社会人の方とかいるかもしれないですけど、やっぱこう経費を抑えたいなと思ってちょっとケチったんですよね。でケチって薄いマットレスと、あと長年使ってた敷布団で寝てたら、今度マットレスがその鉄のパイプに食い込むようになってって寝返り打つと肋骨にパイプ刺さるみたいな事件になってきたんですよ。もうちょっとこれさすがにやばいなと思ってて、疲れも何も取れないし、なんなら体が痛くて目が覚めちゃうみたいなことも結構多くて、でそれでマットレスを少しいいものを買ったんですよ。ちゃんと中にコルクなんだっけ、スプリングが入ってるみたいな。今までそのスプリング入ってるのを買ったことがなくて、クッションタイプのやつを買ってたんですけど、もうこれがめちゃくちゃいい。いやもう大してそんなベッド変えたところでね、まあ確かに寝心地はいいだろうけど、そんな生活に彩りはないだろうと思ってたんですけど、めっちゃ彩りある、本当に彩りある、本当に最高ですね。よく言うじゃないですか、ベッドは大事だよとか、やっぱ寝るところだからよくした方がいいよとか、いやそんな嘘だって思ってたんですけど、いやめっちゃいいわ、めっちゃいい、あめっちゃいい、もう今もベッドでゴロゴロして本当にめっちゃいい、めっちゃいい、ベッド大事だわ。これから、まあ今結構コロナの影響とかで、引っ越しだとか、あとは就活だったり、その新しく新入社員で入るとか、あとは学校もね、新しく入学して、まあ一人暮らししつつ大学通う、高校通う、中学から寮入るとか、いろいろあると思うんですけど、マジベッド大事。本当に大事。本当に大事。本当に大事です、それだけです。ベッドが大事です、それをすごく伝えたかったので、今日はレックログ以上です。さよなら。